動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。ぜひこの旅動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。現在地は鳥取県境港市の境港駅、今ここに駅舎の画像を出しているんですけれども、1年前に YouTube で配信した家族で鳥取旅行編ではですね、まあなんと僕の父がですね、バオシンパパが突然失踪して撮影がストップしてしまうという、そんなハプニングがあった場所でもあるんですけれども、まあ今思えばとても懐かしいですね。話は変わりますが、なんでここでオープニングを撮っているかと言いますと、そこに見えてるでしょうか、北郎列車キハ40系だと思うんですけど、ベースは、まあ、それでもう一つの YouTube チャンネルバオシンフロントビューで全面展望配信できたらいいなと思ってたんですが、ちょっと適さない車両だったもので断念して、そのまま沿線の風景をぼんやり眺めながらここまで来た感じではあります。そして今回はですね、前回サンライズ出雲で故郷鳥取の米子市に至る鉄道旅行を見ていただいたんですけれども、その続きとして、まあ去年同じく家族で鳥取旅行編の一つの旅動画で赤崎町、今でいう琴浦町にある上徳赤崎店さん、鳥取県のご当地ラーメン牛骨ラーメンを出しているラーメン店さんを紹介したんですが、僕はねうっかり元祖なんて言っちゃったもんですから、地元鳥取の方から上徳赤崎店さんが元祖じゃないから、本当の元祖は米子市にある増美さんですよってご指摘いただきましたので、改めて僕の故郷の味牛骨ラーメンの原点を味わう旅をしてみたいなと思ったんです。精一杯頑張ってレポートしますんで最後までご覧ください。ここで家族と合流する予定になってますから、車で弓ヶ浜半島っていうんですけれども、海岸線沿いをドライブしながらふるさとの風景じっくり楽しみたいなと思います。というわけでやってきました。ここが実質的元祖牛骨ラーメンのお店、増美さんです。増美さんは米子と境港を結ぶ国道431号線沿いにお店を構えていて、一見すると民家のように見えるのが特徴です。半年以上かかってしまいましたが、やっと来ることができました。もうねお腹ペコペコです。そこ入って本当の牛骨ラーメン食べに行きましょう。というわけで増美さんのラーメンをいただくわけなんですけれども、その前に増美さんの営業時間なんですが、朝11時から午後8時まで、毎週月曜日が定休日となっているようです。はい、早速中に入ってみましょう。案内されまして席に着きまして、はい、これが増美さんのメニューです。こちら側が表側、で裏側にはセットメニュー、定食メニューもあります。かなり充実してますね。早速登場、これが増美さんで定番のラーメンです。1杯700円、入店して席についてすぐ注文しまして、意外と早く出てきました。ではじっくり増美さんの牛骨ラーメンをご覧ください。牛骨ラーメンといえば特徴的なのがこのスープ。ちなみに増美さんは昭和21年創業、先代のご主人が満州で食べていたラーメンの味を記憶を頼りに試行錯誤を重ね、と同時に鳥取県ではその頃から乳牛の飼育が盛んだったので、この牛の骨を使ってスープを取ったのが牛骨ラーメンの始まりなのだそうです。早速いただいてみたいと思います。牛骨ラーメンのスープはあっさりとしているのにコクがあるんですね。なおかつ縮れていない中太の麺がそのスープを吸うことによって、これがまた最高の組み合わせで、喉の奥へつるりと滑り落ちていく感じ。プライベートの話になるのですが、この撮影をする時に僕の母、つまりバオシンママもいたんです。でもバオシンママは昔から脂っこいものが苦手で、牛骨ラーメンでさえあまり積極的には食べない人なんです。その母が美味しかった、今度はちゃんと食べてみたいと嬉しそうに話していたことが、増美さんのラーメンを食べに行って印象に残っているエピソードだったりします。そんなわけでとうとう丼ごとスープを一気飲みしちゃいました。そんなわけであっという間に完食いたしました。増美さん元祖牛骨ラーメンを堪能させていただきました。本当にありがとうございました。
さて、今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。マスミさんで元祖の牛骨ラーメンいただくことができました。機会がありましたらぜひマスミさん足運んでみてください。というわけで最後までこの動画見ていただいてありがとうございました。